モハメドシソコ、モハメドラミーヌモモシソコ、ギラン、マハミドラミーヌモモシソコギラン、1985年1月22日タイ、は、フランスセーヌイコールマリティームケンモンイコール、サンテニャン出身のマリ代表カー選手、スグルし体育会所属、ポジションはミッドフィールダー。AJO セールのユースでは、フォワードとしてプレーし、二シーズンで五十得点を挙げたことから、 トップチームからプロ契約が提示されるも、2003年7月11日に、ラファエル・ベニテス監督率いるスペイのバレンシア CF へ移籍金令で加入。この移籍に、オセール側は CAS に訴え、100万ユーロと、将来の移籍の際に5%が、クラブ側に支払われる形で決着した。当時は FW だったが、希望するボランチへのコンバートを果たし、 徐々に出場機会を得るようになる。加入1年目に、チームはリーグ優勝し、また UEFA カップ2003から04を制する、中でリーグ戦21試合出場、スタメン9試合。翌年に、ベニティス監督がリバプール FC へ去り、クラウディオ・ラニエリ監督就任以降も変わらず主力の一人として、プレーし、12月3日には契約を3年延長した。 2005年7月14日、2003から04シーズンに指導を受けたベニテス監督の要望でリバプールへ移籍金500万ポンドで移籍し、7月26日の UEFA チャンピオンズリーグ2005から06予選2回戦、回 BK カウナス戦デビューした。その後スティーブン・ジェラード、シャビア・ロンソ、リトマー・ハマンダとのポジション争いや2006年2月21日の UEFA チャンピオンズリーグ SL ベンフィカ戦で、ベトとの接触ラガを負傷したことで、網膜損傷の危機に見舞われ、離脱した時期があったものの加入1年目に、スタメン21試合と主力の一人としてプレジ、FA カップ決勝のウエストハムユナイテッド FC 戦に先発る出場で、タイトル獲得に貢献した。2年目も変わらずに出場していたが、11月8日の、 フットボールリーグカップ、バーミンガムシティ FC 戦で、メティナフティとの接触の際に肩を脱臼したことで3ヶ月の離脱を余儀なくされたことや、その間にアルゼンチン代表のハビエル・マスチェラーノが加入したため、出場機会が減少した。シーズン終了後に、ユベントス FC からのオファーや他クラブから関心が寄せられたが、ベニテス監督の説得もあり、残留を決め、 2007年6月28日に契約を4年延長したが、中盤に、ルーカス・レイバが新たに加入したことで、出場機会はさらに減少していった。2008年1月29日に遺金1100万ユーロ、出場時合数でさらに200万ユーロが追加される契約で、ユベントス FC へ遺バレンシア時代に指導を受けた、ラニエリ監督と再会することとなった。 2月3日のカリアリカルチョ戦で67分にティアゴ・メンデスに代わりセリエ A デビューを果たし3月2日のアッコフ・フィオレンティーナ戦で初得点を挙げるなど早々にレギュラーを獲得続く2シーズン目も不動のレギュラーとして4から4から2のフォーメーションでクラウディオ・マルキージオとコンビを組み活躍し8月には契約を延長と順風満帆だったものの2009年3月7日に 鳥の FC とのデルビーで、ラーモーレで中足骨を骨折したことで、シーズンアウトを余儀なくされた。それから7ヶ月後の10月17日フィオレンティーナ戦で、復帰するモノ UC サンドリア戦で再離脱するなど、怪我の影響もありこのシーズンは、フェリペメロやクリスティアン・ポール戦の後陣を廃することになった。2010から11シーズンに新たに就任した。 ルイジ・デルネイリ監督は、メロや自身が、かつて在籍したリバプールからレンタルで加入した、アルベルト・アクイラーニを徴用したため昨年以上に、スタメン状が減少。さらに2011年3月に、膝の怪我を再発し、その手術のため3ヶ月チームを離脱することになった。2011年7月28日、アントワーヌ・コンブアレ監督率いるパリ・サンジェルマン。 FC に700万ユーロで移籍。9月24日のモンペレイ JSC 戦に交代出場でリーグアンデビューを果たし、初スタメンとなった10月16日の AC、アジャクシオ戦でケビン・ガメイロの得点をアシスト。クレマン・シャントームの負傷以降は、出場機会を増やし続け、11月16日にスタッド・シャバンデルまで行われた FC ジロンダン・ボルドー戦で、 ネネのクロスから初得点を挙げるなどを活躍した。年明けには、ティアゴ・モッタの加入や、カルロ・アンチェロッティ監督が就任したことから層が厚くなり、システムの変更があったものの変わらず出場し、1年目は主力の一として、UEFA チャンピオンズリーグ2011から12、出場権の2位に貢献。しかし、2年目になると、マルコ・ベイッタッティの加入もあり、構想外となり、 苦境に立たされた。2013年1月31日にアッコフ、フィオレンティーナに350万ユーロの買取オプション付きでレンタル移籍し、2月17日に4から1で勝利したインテルナツヨナーレミラノ戦で69分、ダビド・ピサーロに代わりデビューした。2013年9月3日、パリ・サンジェルマンとの契約を解除、フリーエージェントになった。 同年11月、ベルギージュピラーリーグの RSC アンデルレヒトのトライアルを受けたが、契約には至らなかった。2014年1月30日、レバンテドに加入した。レバンテドとの契約を解除し、2015年6月25日、中国サッカースーパーリーグの上海深海に正規した。フリーで上海行きを決断した。しかし2016年2月21日、 上海進化の大型補強により、外国人枠が超過したことから、契約解消に合意したことを発表した。2016年10月、インディアンスーパーリーグの FC プネーシティに加入したことを発表した。契約期間は今季いっぱい。2017年2月17日、セリエ B、テルナーナカルチョへの加入が発表された。 契約期間は2016から2017シーズンいっぱいであったが翌3月に契約解消により退団した。2017年4月14日、インドネシアスーパーリーグミトラクカール FC への加入が発表された。2017年12月2日、アッセンソ MX のクルブアトレティコでサンドイスと契約を締結した。2018年7月4日、 香港プレミアリーグのすぐるし体育会へ加入することが発表された。フランスの門イコールサンテニャンで生まれたことから、フランス代表としてプレーする資格があったものの、18歳の時にマリ共和国へ旅行した際に、自身のルーツを強く意識したことで、マリ代表として礼することを決意。2004年にマリ代表デビュー以降、2004年、2008年、2010年、 2013年のアフリカネーションズカップに出場。また、アテネオリンピックの一員だった。マリサッカー界の AUFW、サリフケータをおじに持ち、セーズケータはいとこである。また、実ーのとイブラヒムもミートしソッコも、サッカー選手とし活動。イブラヒムの方は、ウエストブロムビッチアルリオン FC の下部組織や、バレンシア CF、メスタージャに所属していたが、 怪我により引退している。ちなみにモハメドと同じフランス生まれで、マリにルーツを持つ、ムサシソコとは、血縁関係にない。アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置く、アラビア語の国際ニュース衛星放送、アルイコールアラビーに自身が、イスラム教徒であることを誇りに思っている。たとえ、サッカーの大会中であってもラマダーンに従うと、語っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。